はい、どうも、こはけんです。ですね、今日でね、確かね、ポケベルのサービスがね、終わるっていうのをね、聞いたんですけど、そういうのはね、都会の人だけの話であって、ここはもうクソ田舎なんで、全くそういうサービスとかがないんですね、もともと。だからね、そのポケベルのサービスが始まる前にね、ポケベルそのものが、ね、終わってしまったっていう話なんですけどね。いろいろ数字の組み合わせで意味とかあるみたいなんですけどね。その、ポケベル時代ができたのが結構、前だったと思うんですけど、僕が多分ちっちゃい時、生まれる前かな。でも子供の時にも多分あったと思うんですけどね。どうかな。そういうのはなくなるみたいな話をしてました。はい。あとね、皆さんもご存知だと思うんですけど、城島茂さんが結婚したんですけど、結構若すぎるやろっていう話なんですけどね。えらい若い女の人と結婚したなっていう話なんですけどね。24歳差っていうね。これをね、僕だけなんだと思うんですけどね。山口くんもね、学生だったっけね。結構未成年とね、起訴してね、過去にね、去年やったかな、捕まったんですけどね、どうかな、結局、TOKIO ってそういう人なんやなって、思ってしまったっていうね、自分と当てはめたら、僕が今33なんでね、24歳、歳やったらね、僕やったら9歳の子と付き合ってる。小学校4年生の子と付き合ってるっていうことになるんでね。それってちょっとやばいんちゃうかっていうね。好き嫌いにね、年齢差なんか関係ないっていう人もいますけどね。やっぱりね、一回りね、年違ったらね、会話成立しないですね。自分だけがね、喋るのが苦手。コミッショナーだけでそういうことを言ってるんだと思うんですけどね。もう自分的にはね、ちょっとね、もうきついなっていうね、話ね、すごいなっていう、同時にすごいなこの人っていうね、思いもね、ありますね、城島さん。すごいな、それだけなんですけどね。久しぶりの更新っていうことなんですけどね。自分自身まだまだ働いてなくてね、こういう感じでブラブラしてるんですけどね。お金はね、実家暮らしなんでそこそこあるんですけどね。本物の底辺っていうのをね、皆さんね、ちょっと分かってないなって思ってるんですね。好きなね、 YouTuber でね、銀馬さんっていう人もいるんですけどね。ほんまの底辺っていうのはね、正社員でね、手取りね、10万以下っていうのがね、ほんまの底辺っていうね、定義をね、言ってたんですけどね。そういう話だったらね、自分自身はね、もうそのラインをね、簡単にね、超えてるっていう話なんですよね。手取り10万以下ってね、僕は18歳の時のね、初任給がね、確かね、9万5千円だったと思うんですけどね、もう軽くね、超えてしまっててるんですね。総支給で確か13万円ぐらいだったと思うんですね。少ないなーっていうね、ことなんですけどね。ここまでね、なるかっていうね、真のね、底辺がね、ここにいるっていうね、自分自身がね、18歳の時だったんでね。そっからね、給料が、残業代とかつくようになってね、増えていったって言ってもね、手取りが11万とかね、最高で12万だったかな。
まあね、かなりのね、お金の少なさでね、3交代でこれですからね、まあね、まあ、自分自身がそういうところに、行ってしまったっていうのが悪いんでね、まあ1年で辞めたっていうことも、あるんですけど、いや、どうですかね、まあね、こういうのってね、絶対あると思うんですよね。他の会社でもね、底辺工場っていうのはね、やっぱこういう給料がね、まかり通っていてね、臭い、汚い、長時間労働っていうのはね、相まっていてね、まあね、またやれって言われてもね、自分自身はね、もうあんいう仕事をするんだったらね、もう家に、いるのがね、もう賢明だと思うんですけど、まあ、するだけ、無駄であっていう話なんですよね。なあ、まあね、まあ現在ニートなんですけどね、まあニートやっててもね、まあすることがないっていうのもあるんですけどね、まあね、仕事もないですしね、まあたまに親父の手伝いでね、鉄削ったりしてるんですけどね、まあ今日はまあ何もなくて、まあ家にいたっていう感じなんですけどね、まあね、やっぱね、働かないとね、人間ダメですわ、だれてきますからね、皆さんもね、僕みたいにね、多分ならないと思うんですけどね、働いてください、働かないとね、本当にね、だれるんでね、やっぱね、こういう状態はね、長くね、続いちゃね、ダメだと思うんですよね、はい。まあ、ね、まあ、これ以上何も喋ることなくなったんで、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。